八い俊介は、日本の政治家、新聞記者、鹿児島県西野表市長、鹿児島県西野表町生まれ、西野表市立養生小学校、西野表市立養生中学校卒業。1972年3月、鹿児島県立鶴丸高等学校卒業。1977年3月、早稲田大学政治経済学部卒業。 同年4月、朝日新聞社に入社。2012年6月、同社を退職。2015年10月、ルポルタージュ、マゲ投票流を上司。2017年3月の西の表市長選の再選挙で初当選した。2017年1月29日執行。地域の無人島、マゲ島で政府が検討する。 米軍空母艦載機による陸上空母離着陸訓練の受け入れにつき、八板は反対を訴え、立候補。反対派現職の長野力の引退を受け、市長選は賛成派2人、反対派4人の新人6人による戦いとなった。しかし、法定得票数である有効投票総数の4分の1に達する候補がいなかったため、再選挙となった。当日有権者数、 13303人、最終投票率 77.、77.26%2017 年3月19日、執行再選挙は賛成派1人、反対派3人で争われ、八板が初当選した。当日有権者数、13,275人、最終投票率 71.、71.65%2021 年1月31日、執行 マゲ島における、米軍空母艦載機の陸上離着陸訓練を含む、自衛隊基地整備計画について、2期目を目指す現職の、八板が反対を訴え、立候補。容認の立場を取る西の表首相工会長の福井、清信を144票の僅差で破り、再選した。当日有権者数、12,624人、最終投票率。 80.17%曲げ島は、種子島の西方沖約12キロにある無人島で、島を所有する建設会社が、米軍の訓練誘致などを目的に、飛行場建設に向けた土地の開発、整備を進めていた。また、民主党の鳩山政権時には、米軍普天間飛行場の国内移設先、候補地として名前が上がり、2016年には、 沖縄県知事の長雄氏も視察している。2011年、防衛省は、米軍が、洋島で実施している、空母艦載機の陸上空堀着陸訓練を、マゲ島に移転する方向で調整に入った。移転先が決まれば、自衛隊が施設を管理し、米軍も共同使用できるようにする。2017年、政府が、米軍訓練の移転先として計画する。 マゲトへの自衛隊基地建設が主な争点となった市長選で、八重タは反対を掲げ初当選した。2019年に防衛副大臣の原田健二と会談した際は賛否について明らかにしなかったが、2020年8月に防衛省がマゲトに自衛隊基地を整備する計画を発表すると、同年10月、八重タは 日米地位協定の問題や曲げと大きな御場が失われる可能性を上げ、失うものの方が大きく、同意できないと計画反対を正式表明した。2021年、人気満了に伴う市長選では、自衛隊基地建設計画に反対を掲げた八板が、賛成する福井との接戦を制し、再選を果たした。他方、 賛成派の福井との得票差は144票と僅差で同時に行われた市議選は賛成派の自民党が公認、推薦した7人全員が当選し、賛否がほぼ拮抗する形となった。こうした中、八イタは防衛大臣の岸忍宛に要請書を送り、改めて民意が示されたと主張して、自衛隊基地建設計画の中止を要求した。 これに対し、賛成派の市民団体は、焼いた宛てに抗議書を提出し、賛否がきっ抗した選挙結果を顧みない市民の分断を助長する対応で極めて軽率だと批判。約半数の市民は、理想論ではなく厳しい現状を直視し、本市の繁栄を恋願っている。その思いを常に忘れることなく、今後は冷静沈着かつ真摯な言動に努めてほしいと求めた。 ありがとうございます。